大川地上は、三重県松阪市大川地町城山にあった、日本の城。城は、丘陵の北端に築造されており、東に坂内川、北には八つ川、西側と南側には深い谷が入り、自然の要害であった。欧泳22年、南朝の伊勢国士、北畠三政が、両党鉄律を履行しない幕府に対する挙兵の際に、備えとして築城。 弟の北畠健宮尾を入れた。これにより、健宮尾は北畠市所流、大河内市の祖となった。健宮尾は、兄、三政をよく助け活躍したが、象徴元年、三政が内死にすると、その子、京具は、まだ7歳であったため、あらは宮尾が職務を代行し、足利義則との和睦交渉をまとめた。伊勢北畠氏からは、大河内、木造、 坂内、田丸、星合、岩内、藤方、羽瀬の諸子が分かれ出て、それぞれ御所と称した。木造御所は、北畑書流の筆頭であったが、木造御所はたびたび幕府側につき、宗家と対立した。そのため、田丸御所、坂内御所、大川千御所の三屋が、北畑三御所となり、中でも大川千御所は、代々筆頭とされ、宗家が耐えた時は、 これを継ぐ立場であった。永六年間、全伊勢国史であった北畑愚教が、織田信長の伊勢信仰に対し、弱子、愚望と共に、多芸の桐山城より、大川地上に、本拠地を移し、六十二年八月二十八日より牢城戦を行うも、信長の次男信夫に、北家の家督を譲る条件では牧師、十月三日、愚教、愚望親子は城を退居した。 天正4年、信尾が南伊勢を統治する拠点を田まる城に移したため、廃城となった。ありがとうございます。